磐田のホームスタジアム におよそ4ヶ月ぶり J リーグが帰ってきました。2020明治安田 J2 リーグ第3節ジュビロ磐田対ファジアーノ岡山の一戦です。この試合のゲーム解説は浅野哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。インタビュアーは黒田夏樹さん、実況小島健太でお伝えします。まあ、こうしてジュビロのホームスタジアムにもゲームが戻ってきたということになります。気象、気温は26度、湿度は 71% です。現在雨は降ってきていませんが、いつ降ってきてもおかしくないかな、そんな様子です。 J リーグの主な変更点です。すべてのカテゴリーにおいて降格はなし、そして選手の交代枠が5人、このあたり浅野さん大きいですよね。そうですね、特に、まあ、中断期間が長かった分、まあ、コンディション的なものもね、かなり、まあ、ここ最近の試合というのは大きいと思いますから、はい、この交代枠 5というのは結構、まあ、監督にとってありがたいのかなという気がしますけどね。ハーフタイムを除いて交代回数は最大で3回までということになっています。前節で言いますと22チーム中 J2 リーグ10チームが5人を変えてきています。そして今日はホームでの再開初戦ということになりますジュビロ磐田ですけれども、前節は京都に0対2で敗れてますから、この試合にかける思いというのはより強まっているかもしれませんね。まあ、もちろんそうですね、まあ、勝ち点を奪えなかった、まあ、そういった思いをこのまたホームでしっかり取り返すという、また仕切り直しという気持ちは強いんじゃないですかね。小川幸喜が話していたんですが、前節のような敗戦を2節で味わえたということをポジティブに捉えていかないといけないということを話してましたけれども、そういう考え方というのはどう思いますか。まあ、もちろんあの内容的には、まあ、あのそんなに僕は悲観するような内容ではないかなというふうには感じてるんですね。ちょっとあのやはりピーター・ウタカに、まあ、やられてしまった部分はあるんですけども、まあ、それ以外はある程度相手陣内で、ね、戦えてましたから、はい。ジュビロ磐田のスターティングメンバーです。ゴールキーパー張った、ディフェンス石田、藤田、伊藤、そして小川です。ミッドビルダー松本、山本、上原、山田、弘樹、そしてツートップルキアン、小川幸喜です。少しメンバーをいじってきましたフェルナンド・フベロ監督、控えのメンバーにはこの選手たちです。一方のファジアーノ岡山です。先発ポープ・ウィリアム、向原、浜田、田中、松木、そして上城、パウリーニョ、上田浩太のブランチ、白井、そしてイオンジェ、清水、前節ともにゴールを決めている2トップです。サブにはこの7人の選手たち。ジブル型の注目選手、まずは伊藤博樹を挙げますが、どういうところを期待しますか。まあ、やはり、まあ、前節非常にこう攻守にわたって活躍しましたし、まあ、今日はもしかしたら後ろで起用という形になりますけれども、はい、まあ、そういったところで彼のパフォーマンスというのはね、かなりあの結果に結びつくかなと思いますので、注目したいです。前節はリーグ初先発でした伊藤博樹、そして小川幸喜は前節シュートがゼロでしたから、はい、今日は打ってくるんじゃないでしょうかね。まあ、やっぱりあのかなり悔しい思いをしているでしょうし、まあ、開幕戦の2ゴールの、ね、もう再現というかですね、まあ、ゴール前での彼の良さ、こういったところがどれだけ出るか楽しみにしたいと思います。前節森保監督も来てましたけども、アピールできなかったということを話しています。はい、ではジビル磐田フベロ監督のインタビューです。前節は堅い守備を崩しきれずに敗戦という流れになってしまいました。その結果を受けてこの1週間はどんなことをしてきましたか。Bueno, la semana pasada ya hemos conversado bastante. Nos faltó, al equipo le faltó un poco de profundidad. Hemos estado insistiendo mucho en ese sentido durante la semana para intentar llegar a la zona de finalización con más jugadores y ser un equipo más vertical. Y bueno, sobre todo hemos estado insistiendo en eso, ¿no? En trabajar para buscar los espacios que hay, sobre todo a la espalda de la defensa, y ser un equipo más profundo en ataque para poder generar más peligro. 前節はあの攻撃の深さが足りなかったということがあったので、それをあの選手たちにもしっかり伝えて、この1週間の練習の中でも攻撃でより深さを取れるように、あのディフェンスラインからのパスなり、そこの、点を主に、改善してきました。前節からスタメンを大きく変えました。その狙いを教えてください。cambiaste muchos titulares eso porque hiciste así
Bueno, hemos hecho algunas modificaciones porque siempre ponemos a los que consideramos que están mejor para ayudar al equipo y bueno, el objetivo siempre es eso. Hemos mantenido la base del equipo, pero hemos hecho algunas modificaciones para buscar el mayor rendimiento del colectivo. もうチームのベースは変えずに、その今のチームのベストのパフォーマンスを引き出すためのメンバー構成にしました。ファジアーノ岡山の注目選手です。まずはボランチ上田浩太、どのあたり注目しましょうか。まあ、やはりこのチームの中での彼の左足の役割っていうのは非常にこう高いものがありますし、まあ、もちろん経験もありますしね、はい、そしてまあ今日はフルス対決ということ で、 ですよ、ね、彼も非常にこう気持ちの入るゲームじゃないかなというふうに思いますね。そして2トップの一角イオンジェは2試合連続ゴール中ですから、3試合連続なるかというところも注目ですよね。やはり、まあ、清水もそうですけども、この2トップ、まあ、この辺りの得点力というところはね、今日見れるかどうか楽しみにしたいですね。ここまで2試合連続ゴール中のイオンジェです。ではファジアーノ岡山有馬健二監督のインタビューです。前節は2点ビハインドを追いついて引き分けに持ち込むという形でした。今日はどんな試合展開を期待しますか。そうですね、まあ、もちろん自分たちが先に点を、ね、取って自分たちのリズムでサッカーは、うん、したい、まあ、そういう展開を望んでます、はい、今年の岩田はどんな印象ですか。そうですね、前からアグレッシブにボールを、ね、奪いに来る、うん、そういうチームだと思ってます、うん、そんな岩田に対して特に攻撃という面で、ゴールを奪うために必要なことはどんなことだと考えますか。そうですね、まあまあ、まずは戦うところのしっかりそういうハードワークをした上で、まあ、できたスペースを、ね、どう自分たちでうまく使えるのかっていうのは、まあ、大事かなとは思ってます。一方の守備ではどんなことを注意していきたいですか。そうですね、前線にストライカーいますし、モビリティのある選手たちが多く能力のある選手たちがいますので、まあ、しっかりと、局面の対応はしっかりしながら個々の対応は戦いながらも、まあ、カバーを、ね、しっかりチームとしても守れるように、ねしたいと思っています。これから両チームの選手たちがピッチ上に入っていこうというところですけれども、この試合もリモートマッチ、観客席を見てもお客さんの姿はありません。そしてリモート応援ということもあります。詳しくはジュビロ磐田のホームページ、リモート応援参加用ページにアクセスして応援するクラブを選択してご参加ください。まあ、歓声、拍手、激励などを送ることができるということになっています。まあ、そして今スタジアム内には選手紹介なども通常通りされていまして、雰囲気は十分ですね。そうですね、伝わってきますよね。ただスタンドにはお客さんがいないというリモートマッチです。はい、ただリモート応援によってスピーカーから大きな両チームの声援というのがこだましています。これは選手たちの十分届く声ですよね。あ、届いてると思いますよ。ただ若干の、まあ、今日スタートから出る山田ですよね、はい、彼の経験、それからスタートで出る彼 の、 この気持ちの部分の高ぶり、こういったところがプレーに出ると、まあ、相手にとっては厄介かなというふうに感じがしますけどね。主審岡部拓人、副審唐上聡、中澤亮、そして代表の審判が日比野誠、この4人の審判団で試合が裁かれていきます。岡山のスターティングフォーメーションです。こちらも 4-4-2、 向原が今シーズン初先発です。松木とのポジションなどはまた改めて見ていきたいところですけれども、こちらも 4-4-2 ですね。そうですね、特に上田浩太、パウリーニョ、このボランチ2人の配球、そして2トップ、こういったところゴール前の働き、こういったところはいかにこのアウェーのゲームでですね、うん、出るかどうか、まあ、こういったところ楽しみですね。前線2トップは前節もお互いにゴールを決めています。ジュビロ磐田のフェルナンド・フベロ監督です。46歳、来シーズン J1 へ戻ることだけを考えている、そう話します。このフベロ監督もジュビロからのマスクをしています。そしてファジアーノ岡山有馬健二監督です。就任1年目は昇格争いの入り口が見えたと話します。磐田岡山ともに J1 昇格を争うチームになりますね。そうですね、楽しみな一戦だと思います。どのあたりポイントになりそうでしょうか。まあ、やはりホームのジュビロとしては、まあ、前節の敗戦を受けて、まあ、多少メンバーも変わりましたけれども、
まあ、立ち上がりからやっぱり積極的にその得点を狙いに行くということは予想されますけれども、逆にファジアートとしては今シーズン初めてのアウェーゲームということで、はい、そういうホームチームの勢いをどう立ち上がり受けるかどうか、まあ、積極的にボールを奪いに行くのか、ある程度、まあ、自陣に少しブロックを作るのか、まあ、お互い その攻守 この入り方、はい、こういったところを楽しみにしたいですね。立ち上がりも一つ注目点です。ここまで2試合連続ゴール中のヨンジェ、そして今センターサークルに選手たちが集まります。試合に先立ちまして新型コロナ感染症の医療現場で頑張ってこられた医療従事者の皆様へ感謝の気持ちを伝えるために、選手審判団関係者より拍手を送りたいと思います。医療従事者の皆さんのおかげでこうして J1 も含めて再開することができましたので、徐々に戻ってはきてますね。そうですね、まだ完璧ではないですけども、ただやっぱり選手たちにとっては本当にこの公式戦が J リーグがですね、うん、開催される本当に待ちに待ったこの戦いというのをしっかりこの噛み締めてベストなパフォーマンスを出してほしいですね。さあ両チームともに最高のパフォーマンスをこのリモートマッチでも見せようというところです。エンジンを組んで岩田の選手たちもポジションについていきます。左にエンドがアウェー白のユニフォームファジアーノ岡山、そして右にエンドがサックスブルーのユニフォームジュビロ岩田です。岡山ボールでゲームが始まっていきます。2020明治安田生命 J2 リーグ第3節が始まりました。ジビロ磐田のホームゲーム再開初戦です。最後はゴールラインを割ったかどうか、コーナーキックの判定です。対応したのは藤田。まずファーストプレーでコーナーキックを獲得した岡山です。ここに向かっていくのは注目の一人、背番号14番の上田浩太です。この磐田の下部組織出身です。ここまでチームの3ゴールのうち2得点に絡むプレーを見せています。ややファーサイドに岡山の選手が集まります。インスイングのボールになります。上田浩太の左足、中尾でのキーパー出ました。そのボールを拾ったジュビロ、右サイドのスペースへ。ここでボールを拾ったのは松本雅也です。ここも上田がよく守っての守備がありました。そして1本で裏を狙ってくる。ここはディフェンスが対応、ハッタも出ています。まあ、上田のいい守備からでしたね。そうですね、積極的にボールに行ってますし、立ち上がり岡山が仕掛けています。相手の右サイド小川が前線に蹴り出します。ボールを持ってサイドを変えます。右サイド縦に預けます。岩田の攻撃に変わる。立ち上がり攻守の入れ替わりです。対応したのは松木。小川の仕掛けもありました。前半の立ち上がりです。岡山がチャンスを作った後、岩田ボールです。センターバッカー藤田、そして注目の伊藤博樹です。前節はボランチでの先発でしたが、試合途中からセンターバックに下がりまして、この試合はセンターバックでの先発ということになっている伊藤博樹です。そのセンターバックでのプレーも前節良かったですよね。そうですね、非常にこう落ち着いてるなというのは印象でですね。ゴールキーパーハッタまで戻して前線へ。岩田は右サイドバックが小川、そして左のサイドバックに今シーズン初先発の石田龍馬が入っています。そして岡山は右サイドバックに向原、そして左に松木が入っているようです。伊藤博樹から前へ、小川光輝を狙います。共に東京オリンピックを狙っていこうという選手です。東京オリンピックで言いますと来年になりましたけれども、24歳以下にすることが規定で承認されました。このあたり小川にとってもホッとするようなところもあったかもしれませんね。そうですね、まあ、今ね、深い位置まで、小川光輝に
頭から出ましたけど、まあ、フベロ監督の伝説の反省としてやっぱ深さというところがありましたけれども、はい、やっぱり最終ラインから、まあ、シンプルに前にという形で、まあ、ある程度こう意識づけたのかなという感じはしますけれども、まああいう大きな展開もね、非常にこう大事かなと思いますね。この小川前節はシュートが0本でした。この試合では得点を奪おうとかなりシュートの意欲も高まっているはずです。引いてくる相手に対してどういった形で崩してどうシュートを打って得点を奪っていかなければいけないのか、チームとしてそこをしっかり考えたい、そう話しています。岡山の右サイドボールをつなぎます。今シーズン開幕戦出場以来の向原、ルキアンがチェックに行きました。白井を狙ったボールを奪い返した岩田、ボランチは山本浩介と上原です。岡山は奪ってすぐに裏を狙う、そんなプレーもあります。岡山の2トップは清水とイオンジェ、ボランチの山本浩介、左サイドバックの内田、ルキアに預けます。中に入っていく、そしてパウリーニョが取る、そして裏を狙う、ややボールが長くなりましたがすかさず裏を狙っていますよ、両チームともそうなんですけど、やはり奪ったボールをまず一番遠く の, そのゴールに近い位置にいる選手、こういったところを見る、まあ、こういう長いボールもそうですけどね、まあ、結構その繋ぎたくなるんですけど、まあ、立ち上がりということもありますけどね、やっぱりゴールに近い位置にやっぱりボールを運ぶという、まあ、これはセオリーなんですけど、ちょっと今のところこういう展開多いですね。ここも縦を狙っていったボールが直接岡山のゴールキーパーポープウィリアムへ。伊藤博樹もこういうくさびのボール縦のボールでも出せますからね、そうですね。前節リーグ初先発の伊藤博樹、この試合でもセンターバックで先発です。ジュビロで活躍して世界で活躍できるプレイヤーになりたい、そう話す岩田の伊藤博樹。ボランチ上原、そして右サイドバックの小川大輝、前の動きルキアン、中を見てファーサイドにボールを送る、山田までボールは渡らない、岡山が拾い直す、しかし岩田ボール、山田広樹縦に当てました。もう一度奪い返した岩田、山本浩介逆サイドへ、トラップしきれなかった。狙いどころはどうでしょうか。 いい狙いでしたね。やっぱりこうディフェンスが絞って逆サイド空いたところをねしっかり狙ったんですけどね、山本、まあ、正確なパスだったんですけどね、非常に左右の揺さぶり、まあ、縦の長いボールも今の左右の揺さぶりのボールも非常にこう両チームともですねちょっと長いボールを使って立ち上がりをこう攻めていこうという、そういうあの場面が何度かね出てますね。再開してから共に初勝利を狙っている岩田と岡山の一戦です。岩田のホームスタジアムヤマハスタジアムで試合が行われています。スタンドにお客さんはいません、リモートマッチです。ただリモート応援で大きな声援がこのスタジアムに響いています。この雰囲気というのはどう感じます？そうですね、まあ、あの人影が見えないんですけど、そこに岩田はやっぱりいますけどね、ピッチの選手たちっていうのは結構その音こっちの方が結構ね感じるものはあると思うので、あ、まあ、ある程度こう、まあ、今までと、まあ、完璧ではないですけど、はい、近いこういう雰囲気で、まあ、プレーできてるんじゃないですかね。前節岡山は山口戦でもリモート応援がありましたけれども、有馬監督、感染が大きく聞こえて無観客というようには感じないゲームができた、本当に感謝している、そういうことも話しています。まあ、サポーターの方もねこういう新たなこういう応援の仕方というところも、まあまあ、本来であればスタジアムに来ていただいて声援も当然送っていただきたいんですけど、まあ、こういう応援もねなんとかこう楽しんでほしいですね。はい、ぜひリモート応援も参加してください。立ち上がりの岩田岡山の攻防です。
特例ルールも設けられ選手交代は5人ということですからかなりゲーム展開での後半なども変わってきますもんね。そうですね、やっぱりフレッシュな選手がどんどん入ってくるというところでは、まあ、特に後半のその、まあ、チームの、そのコンディションの状況というところ、うん、こういったところが今までよりも少しこう変わってくるのかな。結構前半から結構飛ばしていく選手ももしかしたらねいるかもしれないですね。前後半ともに激しいプレーに期待したいところです。フィジカルコンタクトでボールを奪った上田浩太、この位置でボールを受けました。そしてパウリーニョ縦にボールを入れます。中には1人クロスが入ってくる、飛び込んでくるがハットキャッチ、イオンジェが入っていきました。狙いは非常に面白かったですし、チビロの最終ラインとキーパーの間非常にスペースがありましたんで、はい、あれが合っていればね決定的な場面になりましたね。そういうスペースは狙っていこう、そんなシーンでしたか。そうですね、チビロの最終ラインも非常に高いんで、今みたいなあの背後へのボールでサイド突破できたらねゴール前スペースありますから。ウキヤが仕掛けるクロスを上げました。跳ね返されます。タッチを割ってスローイン岩田ボールです。今シーズン初ゴールなるかルキアン。昨シーズンは13試合1ゴール。藤田、上原、そしてもう一度藤田、センターバック伊藤博樹です。左のサイドバックは今シーズン初先発の石田、もう一度伊藤。伊藤博樹がボールを要求、小川光輝を越してルキアンへ落としたボール、小川仕掛ける預ける、山田博樹のクロス相手に当たってリフレクト、ゴールに向かっていくボールになりました。コーナーキックです。ジュビロ磐田1本目のコーナーキック、山田博樹が取りました。ゴールに向かっていくのは山本光介です。今日はボランチ、前節はサイドに入っていましたけれども開幕戦同様この試合はボランチに入っています。ルキアン、小川光輝が中央、藤田も上がっている。山本光介手を上げてパーを狙う、キーパー弾き返す、拾って左足狙う、上原大きく外れました。両チームともに前半の立ち上がりコーナーキックを獲得しています。ともに前節は先制点を許しましたから先に点取りたいでしょうね。まあもちろん両チームともそうでしょうね。まあ当然、まあ、先制点というのは非常にこのゲームに影響し非常に大きいですから、やっぱその後の流れをこう組むためにもですね先制点というのは本当にこう取りたいですよね。試合前の湿度は 71%、 ちょっとした暑さを感じているでしょう。跳ね返したボールはそのままゴールキーパーポープウィリアムへ。プロ8年目5つ目のクラブということになります。ボールは岡山の右サイド、浜田からもう一度ゴールキーパーまで戻します。パウリーニョを経由して浜田、パウリーニョ、上条です。1人かわして右サイドはフリー、向かうにボールが当たる。フリーの状態でグラウンダースルーしてシュートを放って決めました。岡山先制。先に奪ったのは岡山清水です。落ち着いて決めましたね。今の崩しなんですけどね、自陣からですけども、ジュビロの選手たちがプレッシャーいってるんですけども、その一個前に判断をしっかりしてうまくかわしながらパスつないできましたよね。でサイドで数的優位を作ってスペースへのスルーパス、クロスもしっかり味方を狙って、これパスクロスというよりパスですよね。で落ち着いて最後もコントロールしてもうしっかりゴール回す、これもシュートというよりもこれもパスみたいな感じですね。なるほど、
非常に良かったですね。このゴールで清水は2試合連続ゴールということになりました。1点先制したのはアウェーの岡山です。ジュビロとすれば今相手陣内でボールを奪おうというようなプレッシャーをかけたんですけど、そこをうまく外しましたね、はい、ですからジュビロとしては背後にスペースを見てしまったということですね。山田ひとくへのプレーです、まあ、ボールに似てますけどやっぱり後ろからなのでこれはファウルになります。手を許した岩田、同点のチャンスを迎えています。フリーキック、上原が右で狙うか、それともセンターバックに入っている伊藤博樹が左で狙うか。岡山守るはポープウィリアムです。上原が狙う、ゴールの上外れます。岩田としては1点リードされまして、ゲームプランというのは変わってくるかもしれませんね。まあ、ただまだ時間たくさんありますし、そんなに焦る必要ないですね、はい、ただ岡山とすればやはり有馬監督の言っていたこの先制点というところをこう奪えた、はい、しかもアウェーゲームというところで、まあ、この後どういうプランになっていくのかっていうのをちょっと見てみたいですね、まあ、もちろん極端に守備的になることはないと思うんですけど、まあ、この先制点をどうこの後持っていくかっていうのを、ね、楽しみです。今シーズンは降格もありませんから、まあ、全チーム本当にアグレッシブにできますよね、はい、そうですね、まあ、いろんなチャレンジはできると思うんですよね。やはりそしてチーム力も問われるという今シーズンです。1点を追いかける岩田の攻撃、小川がボールを前に運んでいく、中を見る上原、ここをチャルス奪って前へ、イオンジェの動きを見る、ここは遅行になりました。奪ったのは上条、パウリーニョ経由、白井から左サイド、1点リードも岡山、縦にボールが入ってスルーパスを送る、ヨンジェハッター防ぎましたが、その前にフラッグオフサイドです。こうした動きいかがでしょう。まあ、でもいい狙いですし、ちょっとジュビロの選手の間にこう岡山選手が入って、うん、最後スルーパス、これも微妙だと思いますね、はい、もうちょっと我慢すれば完全に抜け出してましたから。うん、岩田は守備陣前節京都ピーター・ウタカにも間使われましたよね。そうですね、そのあたりを岡山有馬監督が狙ってきています。素晴らしいプレーで先にゴールを奪っています。岡山、清水のゴールが決まっています。前の動き出しを見てパスを送ります。2人を間をなんとか抜けていく、横パスを送る、右足で狙う、ブロックに合います。藤田に当たった後ここは残しています。ハッタナです。さあ、岩田としてはどう得点を奪っていきましょうか。まあ、それほど焦る必要ないですし、今ファジアノの方にうまくこのスペースを使われているので、ちょっともう一度その特に、自陣の左サイドの、まあ、選手の距離感、まあ、守るときですね、ブロックの作り方というのを少し、まあ、ちょっとだけ距離感を考えた方がいいかなと思いますね。距離感というのはどういう距離感ですか。サイドバックとサイドハーフ、今で言うと、石田と山田、それからセンターバックとボランチ、この4枚の左サイドの距離感というところがちょっと空きすぎているのかなというふうに思いまして、ちょっと行くんですけども、ちょっと後手に回ってるっていうところがちょっと感じられるので、はい、岩田ボールです。伊藤が縦を意識してここは狙ったか。イオンジェ体を張る、山田が奪ってボールは左サイドバックの石田です。上原が大きくサイドを変える、この位置に松本、小川大輝、ブランチ、山本浩介、そして上原です。この試合も観客のいないリモートマッチです。強さを見せた山田、ふわりと浮かしたボール、
小川つないで石田シュートもできるか。フィニッシュまではいけませんでしたがコーナーキックを獲得しています岩田です。前半2本目のコーナーキック、キッカーには山本光介が向かっていきます。石田龍馬は昨シーズン山口で14試合に出場、2ゴールを挙げています。昨シーズンは岩田では1試合の出場のみにとどまっています。さあコーナーキックのチャンス、山本光介どこを狙うか。ファーサイドに選手が集まります。近いところを狙うイオンジが跳ね返す。その後のボール上空からボールが落ちてくる。フラッグが上がっています。上がってますね、まあ、クリアした後しっかり押し上げてますんで、はい、セットプレーでいい対応もありました岡山です。1点リードしている岡山、ただ油断はできませんからね。昨シーズンは J1 でクラブ史上初の最下位、そして J2 に落ちてしまったというジュビロ磐田、1年での J1 復帰を目指します。この小川、ルキアンの2トップです。この2トップは J2 でも屈指の強力さありますもんね。そうですね、タレント性もありますし、まあ、ここの当然その持ってるもの非常に高いものもありますから、例えば結果ですよね。やっぱゴールという結果をどれだけ出せるか。1点を追いかける岩田、この2トップルキアン小川からゴールは生まれるか。ゴールキーパーから大きく右サイドヘディングで落としたボール、クロスが入ってくる。リフレクトしたボール対応しました藤田です。岡山のコーナーキック前半2本目、変化した後のボール藤田義明が対応しました。37歳のベテラン、そして2試合連続ゴール中の4時にも注目。ツートップの一人清水はこの試合でゴールを決めました。ファーサイドからのコーナーキック、左利き上田浩太、アウトスイングのボールを蹴ってきます。ゴール前中央に岡山の選手が集まります。上田の左足跳ね返す、そして丁寧につなげたいが前に蹴り出します。原がボールを回収、左サイドへ縦を狙ったボール拾った岩田、左サイドへルキアンが体を張りますが、ここはいい守備がありました。背番号23番の松木です。そしてここでホイッスルになりまして飲水タイムが取られます。ここまで浅野さん、どんな印象を両チームお持ちでしょうか。はい、まあ、ジュビロの方は、まあ、相手陣内には行くんですけども、なかなかそのブロック、相手の特に2ラインですね、最終ラインと中盤のラインの間になかなかボールが入らない、はい、まあ、ボールは回せてるんですけども、なかなか崩す形には、まあ、至ってないというところなんですけども、逆にあの1点先制した岡山の方はこう奪った後に非常にこう前への推進力、まあ、そういったところがちょっと見れますし、はい、特に右サイドの攻撃というところで、まあ、クロスだったり、まあ、得点の場面もそうですけどね、そういったところにしっかりつなげているという感じですね。あのゴールシーンも美しかったですね。はい、そうですね、自陣からしっかりつないでいきましたので。外ゴールを決めたのはこの清水です。6年ぶりに岡山に復帰しました。昨シーズン水戸で37試合に出場、チーム最多の8ゴールを挙げました。この小川とも2トップを組むことがありました。そして共にチームは変わり、小川は岩田に戻り、そして清水は岡山に復帰しています。水分補給をしてゲームは再開、まあ、そしてリーグ全体で言いますと、やはりこういう飲水タイムを取ってもなかなかハードなシーズンになりますよね。そうですね、全チームに言えることですけれども、どういうことを大事になりそうですか。まあ、やはりそうですね、
まあ、飲水に関してはやはり、まあ、この時期というところもありますし、そのまあ、久しぶりの、再開ということなので、ね、そういったところを取り入れていると思うんですけども、あとはやっぱコンディション面で非常にこう有利になりますよね。やっぱりそういう飲水タイムを設けてもらえるというのはね、はい、そしてスケジュールも本当に詰まっていますから、はい、週2日というゲームもありますからね。上原が下がって組み立てに加わります。1点を追いかけます岩田です。山本浩介ワンタッチで落とす。伊藤博樹からサイドを使う。まあ、ここから先ですよね。やはり小川幸喜の動き出し、ルキアンスラして小川幸喜折り返す。ここに飛び込む選手はいませんでした。ルキアンと小川の関係性です、はい。まあ、相手ブロックの、まあ、周りでこうパスを回しながら中央にこういつ入れるかというところでは、まあ、なかなかそのファジアノの中盤 その隙間こういったところは開かないので、今浮き玉使いましたけど、まあそこでルキアンとか小川幸喜がどれだけ前ボールにできるかということが、ね、大事になってきますし、今はうまくそらして小川幸喜行きましたけども、あれでまあシュートまでいけるかどうかというところですね、はい。岩田は今シーズン縦へのアクションはかなり意識して練習してきたそうですね。そのあたり縦というのはどう見えますか。ただその縦になってもダメなので、うん、いかにこう横を動かしながら相手をやっぱ広げさせるかっていう、そういうこう判断というかですね、そういったつなぎがどれだけできるかで、ここという時の縦パスの精度であったり、うん、動きであったりね。岡山田中雄介のディフェンスがありました。岩田ボールです。清水のゴールで1点を先制岡山。岩田のホーム再開初戦、ルキアンがターンしてクロスを振りましたが、そこに選手はいませんでした。ボールを回収、クロスが入ってくる。リフレクトしたボール、ファーサイドにボールが流れます。石田亮が中を見る。パスを送る上原。山本浩介を使ってもう一度左サイド、山田裕樹です。中には3人、簡単にクロスは上げさせてもらえません。まあ、今結構中にね枚数かけたんでね、まあ、こうスペース狙ったボールでも面白かったかなと思いますけど、どう工夫してくるか。岩田、ルキアンを狙う。セカンドボール拾えるか岩田。岡山の守備、岩田の時間が続きます。伊藤博樹がボールを要求、そして足元縦に入れる。ボールを拾った岩田、松本雅也、和田が中に入っていく。パスを送ったがミスキックになりました。岡山は逆サイドへ。ここには石田龍馬対応。ボールを奪って一気にカウンターといきたい岡山。上条がボールを運ぶ。前に選手が走り出す。そこにパスは通りませんでした。清水が走り込みました。右サイドにはスペース、小川大輝。果敢にボランチの上原、そして山本浩介が顔を出します。山田裕樹がスライディングしながらボールをつなぐ。まあ、岡山ブロック作るのは早いんでね、ちょっと時間かかるともう8枚のブロックになってますから、8枚になってくるとなかなか難しいですよ ね。岡山は守備の時間が続きます。ボールをつないでポゼッション率を上げているのは岩田。いい抜け出して松本雅也、いいボールが入った。中には3人目も入ってくる。ニアで跳ね返した岡山、体を張る。上田浩太の足元、前に蹴り出します。
イオンジェ体を張りました。山本浩介前を向いてドリブル、上原パスを送って山田裕樹、小川にボールが入った、シュートを狙う、早いタイミングでシュートを狙ってきました小川浩輝。このシュートまではいいですね、バックステップを踏んで自分でこうスペース見つけて、最後ちょっと窮屈になりましたけど、しっかりミートもう少し強くできればね、面白かったですけど、相手の足が出る前に打とうという感じがありましたよ ね、 タイミング的には悪くないですけどね。あのバックステップでやっぱ自分の居場所を見つけるのはやっぱ上手ですね。今シーズンは毎試合ね、2ゴール以上上げたいということを話してます。意外とこう相手を背にしてこう受けるストライカーって結構いて、まあ、ターンもできるんですけど、今みたいにスーッと逃げて相手から離れて受けるっていうのもね、彼の特徴ですね。岩田、岡山パス数でも大きく差が出ています。岩田のコーナーキックは3本目。岡山の方も、まあ、あまり自陣にこうやって張り切っているだけではね、なかなかその、まあ、何が起こるかわからないのでゴール前にボールが入っているので、ね、ですから、まあ、少し時間帯によっては前からプレスかける、あるいは攻撃の時にハイボールの時間を長くするというところがこれからの時間大事になってくるかなと思いますね。さあ岩田はボールを持つ時間でゴールを決められるか、はい、コーナーキック、ヘディング、ゴール左に外れます。藤田が飛び込んでいきました。セットプレーでゴールを狙っていった岩田です。見つめるはフェルナンド・フベロ監督。岩田は深さが足りなかったということも話してましたけども、深さという点ではここまでどうご覧になりますか。まあ、今あのファジャノの方がブロックを素早く作って、まあ、前からではなくてある程度自陣深い位置というかですね、自陣にこうブロックを作るので深さを取ることはちょっと難しいですね。やっぱ左右に少し散らしながら相手を引き出さないとなかなか縦のボールって出ないので、そういったところでのボールの動かし方を、まあ、もっと素早くするとですね、はいはい、斜めに入れたりですね、そういったところが必要かなと思いますね。こうサイドに相手をこう引き寄せるようなものも必要です、ね、はい、まあ、こういう縦パスとかこういったところに流れるプレーはいいと思います。そしてもう一度コーナーキックを獲得、はい、まあ、2トップの小川とかルキアが流れることが多いですけども、こういうプレーをまあしていくということも大事ですね。まあ、その時に中の枚数が足りなくなるので、やっぱり山田とか他の選手がですね、松本とか入っていくっていうシーンが出てくるといいですよね。岩田は早くも4本目のコーナーキックです。ショートコーナーを使う、変化を加える、そこには岡山もしっかりと対応しています。中には選手が残ったままクロスは簡単に上げさせない。ボールを岡山が奪いました。ここは岡山いい守備したんじゃないですか。そうですね、まあ、ジュビロは押し込んでいる時のセカンドボールですね、相手のクリアボールとか、まあ、セカンドボールをもう一回拾って、まあ、回収してでもう一回二次攻撃につなげていくっていう作業ができるかどうかですね。やっぱそれはやっぱ相手のカウンターを防ぐことにもなりますので、はい、1対0、1点リードはアウェーの岡山です。非常に湿度が高い中でのゲームになっています。パウリーニョのパスがずれまして岩田ボールに変わります。でボールを回します岩田です。縦にボールが入ります。1枚剥がして左足でクロス、ディフェンスの対応、いい狙いはありました。見応えありましたね。今のねクロスも非常にいいボールでしたし、山田裕樹が飛び込んでいきました、はい、インスイングで際どいボールですね。そして岩田は後ろから選手が走り込んでくるというのがいいプレーですか、はい、
飛び込んでいったのは左サイドの山田裕樹です。クベロ監督は裏へというようなジェスチャーを見せました。このムクアラが体を張りました。岩田にとってはホーム再開初戦、開幕戦以来の勝利を狙います。福原にボールが渡る。石田の対応、クロスを上げる。ボールを奪って岩田前に蹴り出します。ここには小川航基、ヘディングで跳ね返したボール。上田浩太、福原つないで、もう一度上田浩太、左足中央にボールを預けます。いい形でボールを奪って一気にカウンター。中根選手も走り込んでくる、横パスを送る、そしてシュートを打つ。ポープウィリアム防ぐ。山田恭輝落ち着ける。ボックスの中に入る、左足、二人のブロックに合う。まだボールをキープ。山本康介、上原、サイドはフリー、中4枚、低いクロス、合わなかったですけどね、4人ともこう前へというような動きでしたね。ゴールキーパーの近くのスペースを狙ってましたけど、ただクロスはマイナス気味、厚みのある攻撃が出ました岩田です。この前半のうちに1点を追いつけるか。岡山の時間になりましたけれども、すぐに岩田の時間帯に戻します。いいですね、このボール回収できれば中途としてはもう一度攻撃に転じれますからね、うん、こういう回収はできてますよね。そうですね、下にボールが当たる。もう一度下げます。20歳の伊藤、松本雅也、小川大輝、クロスはファーサイドへ。折り返せるか。流れていますがまだ立ち割っていません。石田龍馬が回収、山本顔を出す。小川航基は足元で要求しましたがそこにボールは出ません。岡山は守備が続きます。ただその岡山が1点をリードしている。たびたび有馬監督がラインを上げるようにそんな指示を見せます。サイドを変えましたがここは山本康介を狙ったボールがずれました。岡山に対して1点奪おうという岩田の攻撃。観客のいないリモートマッチ、ただリモート応援によって多くの声援が選手たちの耳にも届いています。小川に入れる、潰れてルキア、前を向く、シュートまではいけない。よく絞っての対応がありました。今いい奪い方してね、手数かけずにシュートまで行くっていう場面でしたけどね。縦に速い攻撃でした。最終ラインまでボールを戻します。岩田は粘り強くここまでのようにボールを動かしながらやっぱ相手の隙を狙っていくことでしょうね。大事なのは浮かせたボール、上田が足に当てて、上昇、相手の股を抜いて、清水今日ゴールを決めています。岡山ボールに変わります。インサイドバックは福原、上田浩太、そしてパウリーニョ。岡山の2人のボランチです。上田、もう一度パウリーニョ、そして前へ。右サイドの福原を使う、縦に要求、中を使う、スルーパスを送る、よく足を出しました。伊藤の読みです。いい読みでしたね。今ね、今あそこ通ってたら本当に危険でしたね。その呼びの鋭さ
から攻撃に変わります。ルキアにボールが渡る。ルキアが体の強さを見せる。小川攻撃のグレッシュ。小川にボールは渡らない。もう一度日向がキープ。近いところを使ってボールは残っています。ホイッスルは鳴っていません。キーパーポークリアムの足元です。松本としてはなんでなんだそんなシーンです。一旦ボールを外に出しました。パウリーニョ、そして松本雅也のところです。松本がこう挟むような格好になってしまいました ね。パウリーニョは J リーグ在籍11年目です。前節岡山デビューを飾りましたけれども長いですね。そうですね。キックの精度も高いですし、はい、でこういろんなところに顔を出してつなぎ役として、まあ、ただ結構こう得点もね、取ってるんですよね。岡山はいい選手を取ったんじゃないですか。そうですね。10人の選手が加わった今シーズンの岡山です。はい、ですから先制点の場面もですね、やっぱりボランチのこのパウリーノとか上田がしっかり自陣でつなげるから、そこまでつなげたっていうことは言えると思うんですよね。やはりブランチの安定感というのはチームにいい影響を与えるわけですね。ゲームが再開しています。1点リードは変わらず岡山。前線へのキック、つながって右足シュート、クロスバーだ。相手のミスからシュートまで行きましたが岡山もう一度縦に鎖を入れる。トラップが大きくなりました。ホイッスルになりました。いや、岡山がいいチャンスを作りましたね。この、はい、こぼれ球を狙ってましたよね。あ、ここ旗触ってるんです ね。 触ってますね。ナイスセービングがありました。追加点とはならなかった岡山です。残すは前半5分とアディショナルタイムです。サイドを使う。浦和大輝に預けて松本雅也ワンタッチで落とします。中央には小川豪樹が待ちます。内田までボールを戻します。岩田です。しっかりとポゼッションしている岩田、縦に預ける、前を向く、パスを送って小川幸喜、ワンタッチ、シュートまで行く、ブロックに合う、その後石田龍馬どうする、パスを送って山田裕樹、ポープウィリアム防ぎます。まあ、岡山のブロックの間にパスが入るようになりましたよね。前を向いて仕掛けてクロスという形が出てきましたし、マクロスは流れましたけども、サイドからのフォローもありましたしね。最後はポープウィリアムが防ぎました。そしてコーナーキック獲得、前半5本目のコーナーキック、今度はメインスタンド側からルキアンを越えて小川幸喜を狙ったボールです。ヘディングでの競り合い、勝って清水、裏へ小川大輝が対応しました。上条が裏を狙っていました。こうしたセットプレーの後、岡山狙ってますよね。そうですね。カウンター非常に速いですからね。はいはい、岩田はそのあたりもこう気にしながら攻めていきたいところです。まあ、やっぱり後ろの選手の準備がやっぱ攻めてるとき大事かなと思いますね。やっぱりこう予測も含めて。縦にドリブルしましたがホイッスルはならず岡山ボールです。対応したのは左サイド白井です。清水がヘディングでイオンジを狙いましたがすぐにボールを回収。岩田裏への動き出し、そこを狙いましたが
裏へは渡らず、そして高い位置で岡山がボールを奪いました。上田光太、上城から上田、サイド向原、中にはイオンジェ待ちます。クロスが上がってくる、そのイオンジェを狙う、ヘディングで落とす、ここに選手はいない。ウキアンフリーでしたがボールコントロールできず、この前半終了間際岡山がボールを持ち始めました。1点リード、上田光太縦を狙います。ここは呼吸が合いませんでしたけども、縦狙いました。なかったですけど、やはりジュビロがブロックを作った時の岡山の攻撃の方が、はい、縦に入るタイミングが早いですよね。ですからちょっとジュビロのブロックの距離感がちょっと空きすぎてるのかなというのは感じますね。岡山は非常にこう選手間の距離がいいのでなかなか縦入れられないんですけど、その後ブロックを作った時のちょっと距離感というのはちょっと両チーム今若干ですけどね、はい、ただその若干をついてるわけですね。はい、そうですね、はい。ボールをつなぐルキアン、藤田、浦和大輝、縦には山田、そこを越して小川が落として、わずかに合わない。山本浩介が飛び込んでいきました。シュートまではいけませんでした。いいポストプレーはありましたよね。そうですね、ちょっと合わなかったですけどね。今度はルキアン左に流れます。小川に預ける。 ここからですね、ここもキープから跳ね返したボール、再び回収岩田。前半残す時間もわずかになってきました。前半のアディショナルタイムは2分という表示が出されました。1対0でゲームは進むか、それとも岩田追いつけるか。山田裕樹ヒールで落とす、面白いクロスを送る、選手は飛び込みきれなかった。ファーサイドに流れたボールを拾います。石田龍馬、山本浩介、中には選手が残ったままファーサイドを狙います。なんとか足を出してボールをキープ。小川大輝、中には3人、前へクロスが相手に当たってルキアンの足元を落として左足シュートを狙います。ゴール右、タッチはあったか、ありません。ゴールキックです。こうして岩田は落としてシュート、そのシーンが前半多いですね。ちょっと意図的なのどうかわからないんですけど、山田が結構今右に出てて、松本とも入れ替わってますね。ちょっと入れ替わってますよね。誘導的にポジションを変えながらゴールを狙ってくる岩田です。岡山のゴールキック、跳ね返して小川の足元です。右サイドにいる山田裕樹、右足でボールをコントロール、そして上原、もう一度山田、先ほどシュートまで行きました。小川大輝、小川光輝、合いません。この前半終了に向けてリモート応援のボリュームも大きくなったように感じます。ここで前半終了のホイッスルが鳴りました。浅田さん、はい、前半の印象を一言いただけますか。まあ、やはりあのホームのジュビロの方は結構アグレッシブに、まあ、腰に渡ってプレーをしたと思うんですけども、やはり先制点によってややこうファジアノの方が、まあ、あの少し自陣に、はい、まあ、ブロックを作ってカウンターを狙うというような、まあ、前半からなんですけども、そういう、まあ、展開なんですけどね、まあ、徐々にジュビロの方も縦パス入るようになりましたし、シュートに行く場面も増えてきましたから、まあ、ジュビロの方とすれば岡山のカウンター、こういったところをちょっと警戒した方がいいですね。岡山の方もしっかりあのシュートに持っていく場面もできましたしね。
2020明治安田生命 J2 リーグ第3節ジュビロ磐田対ファジアーノ岡山、アウェーのファジアーノ岡山が1点リードです。シュート数を見ますと磐田が11本、岡山3本ということになってますね。まあ、こうしたジェスタッツなど見てどんな印象をお持ちでしょう。まあ、やはり、まあ、先制点が、まあ、前半のこう流れを作ったと思うんですけども、はい、まあ、ファジアーノの方はいい時間帯に先制点を取ってある程度、まあ、前半は少しカウンター気味の攻撃に徹しているというところでは、まあ、自陣に少しこう押し込まれるケースがあるんですけども、まあ、その中でなんとかね決定機は作らせてない。ただジュビロとしても徐々にですけどシュートに持っていく場面が出てきたというところでですね、このシュートの本数に表れてますね。平均ポジションを見ますと右サイドが高いですね。そうですね、まあ、全体的に相手陣内でこうプレーする時間が長い、まあ、最終ラインの何人かが少しセンターラインぐらいにいるというところですから、まあ、押し込めてはいるんですけどゴールに結びつかないっていうところですよね。一方の岡山です。かなり背番号19の上場も高いしておりますね、はい、これは飛び出していることもすごくあるんで、あと比較的にやはり自陣に枚数かけてるんでこういう絵になるとは思うんですけども、ただやっぱりカウンターは非常に脅威なのでね、はい、こういったところはジュビロとしてはやっぱり気をつけたいところですね。支配率は磐田が65、そして岡山35ということになってますけれども、はい、その通りという展開ですね、はいはい、プレーエリアはこのようになっています。アタッキングサイド、まあ、それほど右が多いという感じもないですね。ないですね。やっぱりこう左右に散らしながら、まあ、縦を狙うという意味では散らしてはいるんですけども、まあ、ただ本当に前半の途中ぐらいから非常に深い位置までこうボール運べてるんで、これはもう続けるということですね。アウェー岡山です。岡山は右サイドですね、はい、48% ですか、はい、得点になった場面もそうですけど、やはりジュビロの左サイド、こちらを狙った、まあ、カウンターも含めてですけど、が目立った前半ですね。ではこの試合の前半のハイライトです。この試合もリモートマッチです。先にチャンスを迎えたのは岡山です、はい、これが先制点のシーンです。1枚かわしてから向原のクロスでした。他面白い攻撃でしたね、はい、やはりジジのつなぎとやっぱり上城が相手の左サイドバック石田をかわしたところ、やっぱここが決め手ですね、はい、これサイドバックがここまで出てますからこのスペースは当然空いてくるんで、まあ、そこをうまく使って最後は冷静に正確なパス、正確なシュート、これ見事なゴールですね。この前半13分の清水のゴールでアウェーの岡山が先制しました。清水は2試合連続ゴールということになります。そして磐田も負けじというプレー前半の29分です。
はい、バックステップを踏みながらでしたね。そうですね、まあ、バイタルで受けて、横パス山田から、まあ、岡本木もうまく、ね、ステップ踏んでシュートまで持ってきましたけども、ちょっと力足りなかったですね。そして40分には岡山追加点かというようなシーンでした、はい、ハットもよく触ったんですよ ね、まあ、シンプルな縦のフィードからのこぼれ球ですけど、まあ、やっぱりすごく岡山のこの縦に速い攻撃というところが、まあ、回数は少ないんですけど、まあ、目立ちましたね。そして42分の岩田のプレーです。小川光輝、そして逆サイド流れて石田、最後は山田裕樹でした。こういうシーンは徐々に増えましたからね。そうですね、あの徐々にですけど、岡山のブロックの中に入る選手が出てきて、そこに縦パスが入る、で前を向くというシーンが多かったですね。選手の比較です。岩田、小川、そして岡山のイオンジです。どんな風な印象を受けますか。やはりあの小川はある程度ゴール前にポジションを取る、まあ、もちろん押し込んでるということですから、はい、まあ、そういったところがこう現れていると思いますし、ボックス内という感じですね。そうですね、イオンジの方も、まあ、比較的攻撃のところは早めに前に前線にこうポジションを取って受けるという形が多いというふうな感じですね。うん、ディフェンスラインでこうボールを持ったとき40前で動き出してますもんね。そうですね、はい、非常に早いですね、動き出しも。ボールを奪った瞬間にもう相手の背後を狙ったりですね、相手を外す動きもできてますから。前半を終えてファジアの岡山が清水のゴールで1点をリードしている状況。ただジブロ磐田もチャンスシーンは多く作っています。この後後半です。ホームのジビロ磐田が1点を追いかけます。前半を終えてアウェーの岡山が1点リードという格好になります。この後半エンドが変わって左にエンドがこのサックスブルーのユニフォームジビロ磐田です。
そして右にエンド、今選手たちが出てきました。白のユニフォーム、ファジアーノ岡山です。この試合の解説は浅野哲也さんです。岡山としては1点リードして後半に迎える、こうかなりポジティブにいけるんじゃないですか。そうですね、まあ、前半も、まあ、先制点を取ったという流れの、まあ、プランで、まあ、失点ゼロに抑えたというところですが、はい、ただやっぱりこう自陣にこうずっとこう押し込まれる時間帯が長く続いてますので、まあ、やはり後半の戦いとしてはもう少しマイボールの時間、それから攻撃の時間を増やしたいというところは多分、うん、有馬監督の中ではあると思いますよね。そのためにやっぱり全体を押し上げて少し、まあ、もう少し前でのプレー、あるいは全体の、まあ、コンパクトを保ちながらも少し前に押し上げたいというのが多分出てくると思いますね。雨も降ってきているジビロ磐田のホームスタジアムはヤマハスタジアム。この後半に向けて試合開始は26度だった気温ですけれども 27.3 度と上がっています。雨が降っていてもかなりこうじとっとするでしょうね。そうですね、湿度も高いですし、まあ、どのタイミングでその5名のですね、交代枠使ってくるかというところも注目したいですね。ハーフタイムを除いて3回、今シーズンは特例3人から5人という選手交代枠に変わっています。ジブリ磐田のホーム再開初戦、これから後半が始まっていきます。この後半は磐田ボールでゲームが始まっていきます。ハーフタイム両チーム選手の交代はありませんでした。45分はどうも現部展開となるか。磐田が1点を追いかけます。ボランチの山本康介から山田博、サイドを大きく変えてパスを送る。ボックス内に入っているがトラップミス。縦に預けようというところでボールを伊藤博樹が奪いました。そして右サイドバックは小川大輝、開いている松本雅也、ボランチの山本がこの位置で顔を出す。ふわりと浮かしてルキア胸で落としたところ少しずれましたが回収したのは上原。そして左サイドへ。後半の立ち上がりです。下龍馬クロスを上げる、跳ね返したボール拾って山本康介ミドル、見事なブロック岡山です。選手は1人倒れていますがゲームは続いている。岡山の選手が足を出しました。ファーサイドに流れたボール、倒れていた選手は起き上がっています。後半の立ち上がり、磐田が前半に続いてボールを持ちます。ベテランの内田、今日が J2 通算100試合目の出場です。ボールをカットして上原パスを送る、ややサイドに流れてしまいました。下げたボールです。石田龍馬、上原、奪えるか、まだ奪えない岡山。大きくサイドを変えて使っていく、前に一つ運んだところで大きくなったところ岡山が狙っています。高い位置でボールを奪いましたがホイッスル、岡山ボールです。立ち上がりから浅野さん、そうですね、岩田が時間続きましたね、はい、まあ、前半と同じような流れになってますけどね、まあ、今ファウルにはなりましたけど、やっぱ岡山の狙いとしてはあえてボールを奪った後のカウンターですから、まあ、本来であればジュビロボールにしたいんですけど、はい、相手陣内のこのファールというところも一つ考えないといけないかなというふうに思いますね。同点に落ち着いた磐田としては前半終盤のような戦い方でいいんでしょうか。もちろんシュートチャンスもですね徐々に出てきてますし、間々でこう入るボールが入るようになりましたから、まあ、そういったところは引き続きやっていくということが大事ですね。あとは大胆にやはりクロスっていうところも上げていいのかなとも思いますけどね、中に枚数があるときにはね、早めに送ってみたり、
小川光輝、前を向いて松本雅也、中央山本光介、ウキアンは左サイドに流れています、はい、サイドバックは今シーズン初先発の石田龍馬、サイドを変えてワンタッチでかわせるか、ボールをまだ残している、松本雅也シンプルにクロスを入れる、こういうクロスでいいわけですか、あの、まあ、もちろん質は必要です、あの、もっと、ね、上げてほしいですけど、はい、ただ枚数的にも今センターバックと、まあ、ツートップマッチアップになってましたし、そこの、まあ、競り合いというかですね、そこで有利になれば十分チャンスはできると思いますけどね。ここで早めにクロスを送ってきましたが相手の守備に合います、まあ、ただやっぱりこのクリアボールとかこの弾かれたボールをまたジュビロの方はしっかりと拾わないといけないですね。拾ってボールをつなぐ、ボランチ同士のパス交換から山田、山田は今はサイドというよりは中にポジショニング、セカンドボールを拾ってサイドを変えます、幅を取る岩田です、山田博樹が流れて仕掛けます、倒れましたがノーホイッスル、スローイン岩田ボールです、後半の立ち上がりも岡山の守備が続きます。思いません、ブロックを敷く岡山、幅を使う岩田、ボックスの角からボールを落としてクロスを入れる、ウキアン越えてゴールキーパーです。後半の立ち上がりクロスという意識は持っているように感じる岩田です、うん、まあ、もちろんね、むやみにというかね、やみくもに入れるというわけではなくて、はい、やはりいいシチュエーションが必ずこうできるわけで、やっぱりマッチアップで相手と、まあ、例えば人数的に十分クロス上げても可能性あるとき、はい、そういったときには比較的積極的に上げるというところも、まあ、必要になってくるかなと思いますね。選手交代です。ゴールを決めました岡山、清水に代わって関戸が入ります。今日ナイスゴールでしたもんね、はい、素晴らしかったですね、落ち着いてましたよね、受けた瞬間も。関戸が入りました岡山です。岡山では9年目という選手です。腰のあたりを抑えているのはイオンジュです。藤田とのマッチアップです。少しこう乗っかるような格好になったか、再び岩田、ルキアンが今度は右サイドに流れています。小川大輝縦に入れるがパウリーニョが狙う、主審のホイッスルになりました。フリーキックは岩田です。前半から再三セットプレーのチャンスは岩田ありますから、どこかでも見せたいですよね。まあ、このキックの質、こういったところは問われますけどね、まあ、どこのポイントに落としてくるかですね。守るはポップウィリアム、上原またいで山本光介、ファーサイドキーパー弾いた、そして藤田が拾う、山田博樹、ボックス内には4人の選手、岩田です。
クロスを入れてくる、ルキアが背負う、前を向こうというところですが、ホイッスルはなりません。ゴールキーパー、ハッタンが出てボールをつなぎます。そして小川大輝、ここはちょっとはヨンデとウェジョーに変わっています。そうですね、縦に預ける、ワンタッチで落とす、さらにワンタッチで前へ、ルキアを狙ったボールです。ヨンデがつなぐ、上田浩太が体の強さを見せるが、山本浩介勝ってボールを奪う。サイドに送る、松本雅也のボールが短くなったが、いい形でボールを奪ってクロスを送る、グランダーセカンドボール、上原一人かわしてサイドにパスを送りました。残します石田亮馬、クロスが入ってくる、跳ね返されます。岡山の壁を越えられない、ボールを奪ったが、ここはハンド、上田浩太、そして山本浩介のマッチアップも面白かったですね。そうですね、まあ、やっぱ可能性感じますよね、クロスっていうところは、はい、でしっかりそのクリアボールも今ジュニアの選手反応してますし、はい、やっぱ続けるべきですよね。さあもう一度セットプレーのチャンス、先ほど激しいプレーもありました山本浩介、上原と少しこう笑顔を見せながら言葉を交わしました。ゴールまで距離はあります。前半から再三素晴らしいセーブを見せたポープ・ウィリアムが守ります。岡山です、ここもまたいで山本浩介、ヘディングいけるか、ここは最後パウリーニョが触りました。ここは藤田を自由にやらせませんでした。コーナーキック向かうは山本浩介、後半は1本目のコーナーキック、前後半合わせますと6本目という岩田のコーナーキックです。高さのある伊藤も上がってきている。山本浩介のクロス、キーパーが抑えます。セットプレー続いてますけれども、岩田のセットプレーどうご覧になってます？やっぱりね、ポープイラムすごく高さに自信あるっていう感じで、前半もそうですけど、積極的に出るんですよね、はい、それがこう、こういったところはね、やっぱり外したいですよね、自分としては。192センチというポープ・ウィリアムです。ヨンジが前から守備に行きました。岡山有馬監督、そして岩田はフェルナンド・グベロ監督、失った後も切り替えを早くすること、徐々に良くなっている、続けていこう、そして岡山有馬監督は良い入り方をしてゴールに向かったら点が取れた、そんなことを話していますけれども、フォワードしんどいけど前からプレッシャーをかけてやることを、そう送り出しています。さらにしっかり守備をしてからもう1点取りに行こう、そういうことも話しています。今度は岡山左サイド、上城パスを送って空いた、シュート、さらにシュートを狙う、岩田が防ぎます。シュートまで行きました岡山です。追加点を狙ったプレーがありました。岡山がこう久しぶりにシュートに行きましたね。そうですね、まあ、やっぱり自陣に引くばかりじゃなくて、やっぱり相手陣内での積極的なプレス、まあ、こういったところもね、時折やっぱ見せないと、やっぱり自陣に押し込んでばかりいると、やっぱり後手を踏む場面も出てきますから、はい、今シーズンは5人の選手交代が可能です。3回の交代チャンスが与えられている両チーム、観客のいないリモートマッチ、岩田のホームゲームの再開初戦、岡山が1点リード、中にボールを運びながら山田裕樹はどこを見る、上原へふわりと浮かして松本雅也、ヘディングで折り返す、ルキアには届かないが、ルキアが激しくいく、上は鳴っていません。岩田のスローイン、後半の高
ながり早い時間で同点に追いつけるか。前半からポゼッションは非常に高い岩田です。クロスが入ってくる、折り返す、シュートまでいけるか、パスを送ってシュート、ここはポープウィリアム防ぐ。よく反応しましたね今。ここもよくはばかりました、決定的なチャンスをものにできなかった岩田。ただその岩田の攻撃が続く。上原が縦を見ながらサイドへ。松本雅也、前の動き出しもありました。フリーでクロス、セカンドボール、シュートを狙う。ここはジャストミートせず、山本浩介でした。いや非常にいいチャンス、はい、岩田作りましたけどね。ちょっと前のシーンでここでですね、クロス上がってこううまく落としたところ、ポストプレーから後ろから山田ですか、まあ、これ点になってもおかしくないですけどね。あ、右足で防ぎましたポークウィリアム。前半も惜しいシュートがありましたね、山田裕樹。やっぱり2列目からのやっぱサポート、そういったところで今チャンス作りましたけど、やっぱりクロスを上げるとその後ですよね、2つ目3つ目でチャンスができるっていうところもありますのでね。ただそのチャンスをものにできなかった山田が変わります。変わってコンディションを上げてきた大森幸太郎が入ります。山田は今シーズン初先発という期待に応えたかったですけどね。そうですね、ただ攻撃のところでは、まあ、シュートに持っていく場面とか、はい、あるいはその崩しのところではね、彼らしさっていうのは見せてくれましたけどね。代わってこの大森幸太郎が入ります。 FC 東京から完全移籍で加入しています。開幕戦ではこの左サイドのポジションで先発していました。岡山ボール、上田光太が落ち着けて、ボールを奪った上原、松本つないで裏へ、小川光輝ヘディングで競り勝って、その後が続きません。小川光輝はここまでシュートは1本です。前節はゼロでしたけども、ここまでシュートは1本。ここまで小川の動きというのは浅野さんどうご覧になりますか。まあ、なかなかボールが入ってこないってありますけど、まあ、先ほどのルキアへの落としですとか、ゴール前で その動きというのは非常にこう相手を外す動きというのはできていると思うので、その辺見逃してあげないことですね。その良いタイミングで見られるか、はい、まあ、なかなかスペースはないんですけど、その中でも相手外してこうゴールチャンスを作るような動きはできてますから。パウリーニョが激しく守備に行きました。山本浩介、そして石田龍馬、サイドを変えます。サイドで1対1、落としたボールを横パス、山本浩介、そして中を見る大森のクロス、ちょっと大きいか、まあ、少し大きくなりまして、そのままゴールラインを割りました。面白かったですね、今ツートップがニアの方にポジション取ったんで、右サイドから入ってきましたけど、今シーズンから加入しました大森のクロスがありました。ツートップルキアン小川、この関係で岡山の守備陣こじ開けることができるか。岡山のゴールキック、上田が大きく裏を狙ったボールです。セカンドボール回収した前田です。ただかなり足に激しく入ってしまいました、はい、石田龍馬です。昨シーズン岩田では1試合に出場、そして出場機会を求めて山口に移籍、14試合2ゴールを挙げている、まあ、そして岩田に帰ってきて気持ちは強く持っていると思いますけどね。そうですね、
前ルキアンへ。ただここにもしっかりとチェックに行ってルキアンを自由にやらせません。岡山の守備陣です。上田コートからボールを奪ってサイドに流れているルキアン。大森クロスを送る。ファーサイドボールが流れている。折り返したところ、ポープウィリアムが先に出ました。パウリーニョ、そして上田コータ、左サイド、ですよね、右サイドでボールを持つ岡山。じりじりと上がっていく。前の動き出し、クロスは上げずに縦に送ります。流れた関戸、途中交代で放っている関戸を狙ったボールです。そして奪った後はシンプルに裏を狙いました。引っ張ったんじゃないか、そんなジェスチャーを見せましたルキアンです。スローインを正しい位置に戻します。1点リードはアベーの岡山。岡山も再開してからの初勝利を狙っています。岩田も開幕戦以来の勝利を狙います。縦パスが入る。前を向く前に厳しいチェック。藤田の対応、タッチに逃れて岡山ボールです。相手陣内でボールを回し始めた岡山です。1点に終わらず追加点を狙っていく岡山です。岡山としてはこう行けるときには前に厚みを持たせたいわけですよね。そうですね。特に E40 に入ったときは非常に周りのサポート早いんで、あのこぼれ球に対しての、まあ、疲労をするそういう、まあ、動き、こういったところはやっぱりすごく徹底されていますよね。岡山がコーナーキックを獲得しました。そしてキッカーには注目の上田コートが向かっていきます。岡山は後半1本目のコーナーです。さあ岡山としてはこのチャンスで追加点を奪い、岩田からリードを広げられるか。ゴールに向かうボールを蹴り込んでいくことになります。古巣との対戦、上田コートです。中央に来る、跳ね返した後のボール、ホイッスルが鳴って岩田ボールです。いいボール入ってきたし、ちょっと岡山の選手たちも若干後ろ気味からこう勢いよく入っていくっていうね、そういう入り方しましたけど、よくクリアしましたね。岡山がボールをキープします。白井、そして松木からイオン城を狙ったボール、跳ね返した後のセカンドボールを岩田がしっかりと拾います。はい、ここちょっと注意したいですね、今のは。あのいいボールが入った、小川幸喜、シュートまでいけず、ただホイッスル。ここは岡山の選手たちがもう抗議。おー、レッドカードですか。決定機阻止ということになりました。ワンタッチでね、このパス良かったですね。大森からいいボールが入りました。はい、これ田中裕介ですね。はい、まあ、うまくね、自分で持ち出して。まあ、引っかかってはいないような感じはしますけどね。ただ後ろから少し押したという、そういう判断かもしれないですね。遅れてはいましたからね。はい、センターバックの田中裕介が退場。人数が1人減ることになりました。1点リードの岡山です。これで岡山は動くことになることが予想されます。そしてペナルティーアークのところでフリーキックということになりました。岩田です。素晴らしい飛び出してゴールマウスを守っているポープウィリアムに対してキッカー4人が立ちます。山本浩介、小川浩輝、上原、
そして伊藤博樹、いや4人立つでもなかなか見ないですね。そうですね、どこ狙いますかね、やっぱ上だとは思いますけど、鋭い視線を送るフベロ監督、相手の壁の前にも選手が3人立つ。岩田、山本浩介は外れました。レッドカード田中裕介退場、ファールを受けた小川幸輝も狙いたい、そんな思いもあるかもしれませんしね、はい、さあジュビロ同点のチャンス、またいでふわりと浮かせて決めました。上原力也直接フリーキックを決めて同点に追いついた岩田、柔らかいフリーキックでしたね。本当に狙い通りだと思いますね。まあ、壁の頭の上ですけど、なかなかここからこの距離だと落とすの難しいんですけどね。ちょっと近すぎるところもありますよね、はい、最後はクロスバーに当たってこの上原の右足、ボールはゴールに吸い込まれました。そうですね、開始してからようやくゴールを決めることになりました岩田です。そして飲水タイム、そしてゴールを決めた後には上条に代わって後藤が入っています。改めてあのフリーキック、どんな駆け引きなどがあったのか、振り返ってみますか。やはり技術の高さというところを見せてくれましたね。小川が行くのかなと一瞬思ったんですが、まあ、そうですねまあ、小川が行くんであれば強いシュートってイメージあったんですけど、あ、壁をぶち抜くようなそういうシュートかなと思ったんですよね、はい、まあ、テクニカルなシュートでしたね。さあこれで岩田が追いつきました。1対1の同点、そして残すは20分、はい、プラスアディショナルタイムですから、まあ、まだ分かりません。マジャーノの方がどう考えるかですね。これで1人少ない状態で、まあ、今同点の状態なので、はい、まあ、無理して前からプレスに行くのではなくて、まあ、若干守備型、守備にウェイトを置くかどうかですよね。上条に代わってディフェンスの後藤を入れます。ですから前線は1枚減らして、はい、ということになりますね。追いつかれた岡山はどんなゲームプランで来るか、有馬監督です。そして岩田としてはもうここからイケイケというふうにしたいですよね、うん、ですね。ここは東京都市、松本雅也、浮き案が飛び出している、うん、そして中改めて動き出す、速いクロスを食った、トップが跳ね返して、この後のボール浮き案が懸命に追いかける、いい、ね、そして足を出してのホイッスル、ボールを奪い切る、縦にボールを入れましたが、ここは足を出しましたパウリーニョです。コーナーキック、トータル7本目のコーナーキックです。フリーキック、セットプレーで同点に追いついた岩田、さらに勝ち越しゴールを狙っていきます。ホームゲームの再開初戦です。速いクロスが入ってきた、跳ね返してスッと岡山はディフェンスラインを上げます。来る、シンプルに跳ね返します。一人少ない岡山、とにかくジュビロはどんどんボールを動かすことですね、はい、鈴木優衣をうまく使いながら、そして岡山を跳ね返しても前に4時しかいませんから、ね、なかなか厳しいですよね、一、はい、人人数の多い岩田、もちろんしっかりとボールを持ちます。いや
山本恭介、上原、そして大森、先ほどもいい縦への鎖がありました。そしてサイドを使う山本恭介、左足でクロスを送ってくる、ファーサイドヘディング、サイドネットだ。いやクロスの質も良かったですし、やっぱオーナーのやっぱ動き、やっぱちょっと相手外すんですよね。ちょっと相手、自分のマーク相手ですよね。あの浜田から視界、浜田の視界から消えるんですよね。はい、バックステップ踏んで、前半にもありましたけど、ここにピンポイントで来ましたね。岩田のエースとしてもちろんゴールを狙っている、そして東京オリンピックに向けてもさらに成長してほしい選手の一人ですよね。そうですね。毎試合複数得点を狙っているという小川光輝です。石田龍馬がスローインを入れました。岡山イオンジェがコースを消します。イオンジェが前線に1人残るのみ。そしてボールを奪った後、イオンジェにボールが収まります。裏への動き出しがありましたが、そこにパスは通りませんでした。パウリーニョ、相手をかわして、ここは小川光輝手をかけてしまいました。岡部主審から小川光輝に声がかけられます。同点に追いつかれた岡山、そして一人退場者を出してしまった。人数的にも不利。白井、そして松木、慶応大から加入した去年のルーキーイヤーは怪我に苦しみました。前節がプロ初先発という松木が左サイドバック、そして裏で4球を狙ったボールはそのままタッチを割ります。明日ミスから岩田ボールになるとなかなか苦しくなりますよね。まあそうですね、はい、大森が見事な動きから前を向きました。そうですね、前は4球しかいませんけど、あと8枚のブロックは決めるんで、岡山本とすれば、まあ、粘り強くこの2ブロックで2ラインでですね、はい、なんとか弾き返すっていう、まあ、時間になる、なりますよね。そしてどこかで1本取れれば、うん、ね、ということになりますよね、はい、まあ、そのあたりでどう出るかですね。やっぱり1点少な、あの1人少ないですけど1点取りに行くのか、はいはい、やっぱこのドローのこの状況を大事にするのかっていうことですね。サイドフリーでクロスを送りましたが、よく足を出しました岩田の水です。あとはやっぱこういうセットプレーですね、岡山の方ね。さあ、こうしたセットプレーでゴールを奪えるか、同点に追いつかれている岡山です。コーナー奥にゆっくりと向かっていく背番号14の上田豪太です。後半のコーナーは2本目。上田光太は素晴らしい左足を持っています。さあ、このセットプレーで勝ち越せるか岡山。中央を狙う、跳ね返す、うん、この後のボール拾ったのは岩田です。はい、そして岩田のカウンター、うん、小川光輝が前に動き出す。そして小川光輝左足狙う、ポープウィリアム不正だが、その後シュートをします。さらにブロックで押し込めるかどうか。守る岡山、守ります。守りきりました岡山、勝ち越せなかった岩田。よく体張りましたね、全員がね、岡山の方。さん体張ってますね。素晴らしいプレーで失点を防ぎました岡山です。この頑張りから今度は岡山の攻撃、向くから中へのパスが相手に奪われます。いや、先
京ドよく岡山登りましたから、ね、ああいうプレーが報われるかどうか。そして岩田としてはしっかり押し込めなかったですよね。そうですね。一人人数の多い岩田です。岡山はセンターバックの田中裕介、退場者が出ています。上原、右サイドバックの小川、武器ある動き出しもやりました。松本雅也、縦に仕掛ける、クロスを送る、飛び込む、わずかに合わなかったか。先にキャッチしたのはポープウィリアム。飛び込み方は良かったんじゃないでしょうか。良かったですね。やっぱクロス上げる選手の状況を見てやっぱりニアに入ってきたと思うんですよね、これね、はい、ちょっと遅れましたけど、松本雅也も仕掛け切ってクロスを送りました、はい、さあ残す時間はわずかになっていく。その中で1人人数の多い岩田が勝ち越せるかどうか。岡山は守りきれるか。クロスを送ってファーサイド、ここに選手はいません。シンプルにタッチに逃れます。そして岩田の選手交代です。先ほど素晴らしいクロスを上げました14番の松本雅也に代わってルリーニャが入ります。松本の今日のプレーはいかがでしたか。でもやはりあのサイドで決心的なプレーしましたし、やっぱクロスの仕掛けですとかそういったところはやっぱりありました。あ、低いクロスを送って合わせたんですが、これは外れました。ルリーニャのファーストタッチでした。早いグランダーのクロスを送りました。ポスト右に外れる。いいワンタッチのパスでしたけどね。ゴール1個2個分でしたかね。そうですね。ファーストタッチで決めたかったルリーニャ。ジュビロでの公式戦初ゴールなるかというところでした。ここはいいクロスを送りましたよね、小川大輝。しのいでる。ただポップウィリアムが足つってますかね、はい、まあ、それだけ本当に今日はいいプレーミスですもんね。いいしてますよ。この後半終了間際になってこの体もコンディション的にもかなり苦しくなってくる。夏も連戦が続いて非常に厳しいシーズンになります。今シーズンの J2 です。岡山、岩田ともに選手交代はあと1回できるということになります。ハーフタイムを除いて3回、5人選手交代をすることができます。上田光太の手が小川光輝に当たってた。いや、その前に手は当たってるんですけど、その前にあの小川光輝が少しね、あの上田光太に対して、ね、返してちょっとあの手を使ったということですね。あ、その前のプレーだったんですね、はいはい、そして岡山ボールに変わります。岡山はこのボールを大事にしたい。拾った白井、右サイドに預ける。近いところでボールを受けて縦に仕掛けます。今ボールに変わります。仕掛けていったのは向から。口が紡いだ、明日が31歳の誕生日です。その向からは先制ゴールに絡みました。ただ後半に入って田中裕介、小川光輝の抜け出しを止めてしまいましてレッドカード。そして得たフリーキックを上原が沈めて1対1同点。抜
残す時間でどちらが2点目を決めるか。慌てることなくボールを持つのは岩田です。イオンジェを前線に残して2ラインで守る岡山、その裏をついてワンタッチでクロスを送りましたが質をかけました。小川大輝です、はい、今、ね、いい飛び出しでしたけどね。岩田は両サイドバックの高い位置を取ってクロスを上げてますもんね、でも、もちろん相手陣内に押し込めるからですけれども、まあ、やっぱりどうしてもね縦のボール入れるところないときにやっぱサイドからというところですから、その相手との駆け引きもね今良かったですね。残す時間はおよそ8分とアディショナルタイム、岡山としてはどういうことを考えそうですか。まあ、やっぱり時間がウリーニャが高い位置でボールを奪った、横パスを送りましたが相手に当たった後再び回収、大森再開してから初出場になります。まあ、岡山とすればやっぱり時間が経ってくればこのドローを大事にするというそういうプランも出てくると思いますけどね、はい、どうなるか。クロスを送る、ゴールに向かっていく、キーパー弾いてゴールラインを割りました。コーナーキック、これもキャプテンマークを巻いた山本浩介が向かっていきます。勝ち越せるか岩田、山本浩介ファーサイドを狙う、藤田折り返す、シュートを狙う、外れます。思い切って伊藤博樹が狙っていきました。折り返した後、戻りながらでしたけどね、上原もね今準備はしてたんですけどね得意の左足で狙っていった伊藤博樹、はい、そして岩田の選手交代、ルキアンに代わって藤川です。ツートップの一角、ルキアンのプレーはいかがでしたか。いや、 やはりね、サイドで流れて受けたり、はい、あるいはゴール前、こういったの存在感ありましたし、まあ、やっぱゴールという形を、ね、残したかったでしょうね。うん、岩田は交代枠2つを残して3回の選手交代を終えるということになりました。ルリーニャワンタッチで前を向く、ここは松木が勝る、パウリーニョ落ち着けて1人かわして上田光太、足が出ますがそこをかわしたが岩田が奪い返している。変わった藤川がシンプルにクロス、小川が競り勝ってもう一度藤川、小川大輝を使う、変わって入った藤川、キャプテンマークの山本浩介、グランダーでサイドを変える、大外仕掛けて中に入っていく、切り返す、さらに切り返す、上原パスを送って小川大輝、ふわりと浮かせて跳ね返したセカンドボールも回収。ヘディング跳ね返されます。勝ち越しボールを狙う岩田、高い位置でボールを持つのは岩田です。相手陣内に押し込む、ファーサイドを狙う、まだありますね、その後のボールも拾う、伊藤博樹が早いタイミングで入れました。ただここは中と呼吸が合いませんでした。そして岡山は同時に3人変えてきそうです。15番の山本、18番の斉藤克樹、そして25番の野口が入ります。野口は松木に代わって、中央大学から加入のルーキーです。そしてイオンジェに代わって元ジブリ岩田の斉藤克樹、あまり気持ちを入れすぎず冷静にやりたい、そんなことも話しています。そして今日注目の上田光太に代わって山本博樹に入ります、
今日ボランチの上田はいかがでした。いや、 やっぱり存在感ありましたし、まあ、なかなかその左足のキックがね得点に結びつかなかったですけど、やっぱり際どいボール入れてきますしね。縦のいいボールを何度も入れていた上田浩太は変わっています。5人の選手を変えてきた岡山です。さあ勝ち越し点生まれるかどうか。仕掛けるアディショナルタイムは5分という情報が入りました。縦に預けてワンツーを狙う伊藤博樹が拾って、大森中央で受けた上原、大外を使う小川大輝、近くで藤川、ここに激しくいく岡山の守備です。岡山はなんとかしのぎ切りたい、はい、ボールホルダーに寄せる。もうとにかく中央を固めてますよね岡山は。サイドはこう捨てながらという感じですね、はい、あとはこの入ってくるボールに対して小川が胸で落としてパスを選択、マイナスに送って上原ふわりと浮かしてヘディング合わせるだけだが、これも決められない。よくディフェンスが残っていました岡山。しましたね今ね。ポープウィリアムは外していましたが、そこに一人ディフェンダーが残っていました。何度も勝ち越しチャンスを作っている岩田、ここも最後はルリーニャで合わせましたが、はい、あここは浜田がよく足を出しました。まあ、よくあそこにポジション取りましたよね今の後ろ、はい、よくカバーに入っていました浜田美月。ルリーニャは2度のチャンスを決められず、そしてこの会場にもアディショナルタイム5分の表示が出されました。観客のいないリモートマッチですが、リモート応援で多くの声援が聞こえます。熱く指示を送る有馬監督、そしてグベロ監督もテクニカルエリア最前線。岩田は勝ち越せるか、そして岡山守りきれるか、そこ仕掛けきる、クロスを送る、シュートまではいけない。そしてパウリーニは前線、斉藤和樹を狙います。ここは藤田1対1、斉藤和樹が追いかける、ハットまで戻してボールをつなぎます。よく対応しました。はい、落ち着いてますね。こういうワンチャンスを岡山は狙うわけですね、はい、さあ今度は右サイドにスペース、早いタイムでクロース、これはファールですね。遅れて飛び込みました、はい、選手1人倒れます。岡山のディフェンス陣も本当によく守ります、もう本当に集中してますよね。途中交代で入っている後藤啓太です。長いリハビリを乗り越えて昨シーズン復帰しました後藤です。ここはなかなか切らなかったポープウィリアムにイエローカードが出されます。このポープも本当に素晴らしい守備を今日は見せています。アディショナルタイムは5分、そのアディショナルに突入しています。藤川のフリック、ルリーニャ競る、パウリーニャが前に蹴り出す、藤田が競り勝って、その後のボール岡山博之です。岩田ボールです。残す時間はおよそ3分、山本浩介も足をつる、はい、両チームの選手本当におかしいます。本当ですね。スタンドにお客さんはいませんが、そのサポーターに本当に気持ちの届くプレーを続けます。トラップ流れたがボールをつないでいる藤川、中に入って左足狙う、もう一度山本浩介、体張る斉藤和樹対山本浩介、ホイッスル、岩田ボールに変わります。セットプレー、早いリスタート、小川大輝のクロス、ここは守備陣もすぐに対応しました。スローイン入って藤田、縦にパスを送る、
大森独特のこうリズムを持ちます。上原、大森、中に入ってパスを送るプレーになっている。シュートを狙ってきました小川航基です。もう一度ポジショニングをし直す。そしてその小川にボールが入る。折り返しポープウィリアム正面です。相手のボックス内に何度も侵入、ただ守る岡山。気温も上がる中、湿度も高い中、走り切る両チームの選手たちです。岡山は選手5人変えてきています。1人退場者を出している中、アウェーの地で1点を先制したものの同点に追いつかれたとも踏ん張っています。そして岩田にとってはホーム再開初戦、絶対に勝ち切りたいところ。セカンドボールを拾ってフリーの状態、上原パスがずれて前向きにボールを持ちます。岡山です。斉藤和樹に当てて、そしてその岡山が一気にカウンターになる。左サイドにボールが渡る。中に入っていく山本、パスを送る斉藤和樹。パスをマイナスに送りましたが、ここに選手はいません。チャンスを生かしきれず、そして岡山なんとか懸命に戻っていく選手もいる。ここは無理に入れずボールを回します。目安の5分が迫っている。岩田の攻撃、クロスを入れる。パーポストを狙う。キーパーが出ます。キャッチします。そして試合終了のホイッスルが鳴りました。2020明治安田生命 J2 リーグ第3節、1対1のドローということになりました。試合を終えた瞬間、両チームの選手たちが倒れ込みます。それだけ浅野さん、本当によく走ったという感じでしょうか ね、 本当ですね。両チームともよくね、最後まで、まあ、最後は岡山の方はやはり失点しないというね、そういう気迫もありましたし、まあ、ジュビロの方はやっぱりなんとか決勝点をというね、攻撃の方での意欲すごく見れましたね。はい、ただ岩田としては1人多かったわけですから、まあ、よく、ね、追いついたと思うんですけども、うん、やっぱり岡山の守備陣1人少ない中での粘り強さにね、やっぱ手こずりましたね、うん、そう考えると、はい、岩田にとってはこう悔しい勝ち点1、悔しいですね、岡山にとってはこうよく勝ち点1持ってけたということですかね。ポジティブに考えれるのは岡山の方かなとは思いますね、うん、こうして選手たちもなかなかこうハグ、そして握手などもできませんので、肘でタッチをしまして、お互いの健闘を称え合います。2020明治安田生命 J2 リーグ第3節、ジュビロ磐田対ファジアーノ岡山の一戦は1対1ドローに終わりました。この試合の解説は浅野哲也さんです。いや、浅野さん、はい、岡山はよく守りきった、うん、そういう印象でしょうか。そうですね、確かにそうですね、まあ、先制点を取って、やっぱり守備の時間が長くなってはいたんですけどね、はい、本当にこう粘り強く、まあ、失点をするまではですね、まあ、失点をした後もそうですけど、やっぱり全員がその守備の意識を高く持って、うん、ある程度相手に握られても最後の失点のところ、ゴール前だけはやらせないというね、そういう気迫は本当に見れましたよね。もう何度も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 体を張って、そんなシーンがありました。ジュビロもね、いろんなこう手を尽くして、まあ、ゴール狙ってましたし、うん、まあ、チャンスも作ったんですけどね、いや本当にこう岡山の選手たちの最後の体を張ったプレーにね、ちょっと得点、まあ、決勝点を奪えなかったですね。この守備の気迫というのはこう岡山のサポーターには届いたんじゃないでしょうか。もちろんそうだと思いますよ。一方でジュビロ磐田にとってはホーム再開初戦で相手1人人数少なくなった中で、あともう一つ遠いところ足りなかったでしょうか。まあ、ただね、相手1人少ないとはいえですね、そこを崩すのって結構難しいんですよね、意外と逆にこう後ろに重くなったりして、はいはい、
まあ、やっぱり大体になることとか、あれやっぱシュートの本数を少しミドルシュートとかですね、やっぱクロスを上げて、やっぱり特にゴールに近い位置にボールを送るっていうところも大体になることも必要かなというふうには思いますけどね。はい、何度もサイドを使ってクロス、はい、こうタイミングも変わったり縦に入れたり、そうですね、もう本当にこうなんとか崩そうと、岡山の選手たちをゴール前から剥がそうというようなパス回し、まあ、見られたんですけども、もっともっとこうシュートを打てる場面で大胆に打ってもよかったのかな、例えば相手に当たってコースが変わることもありますし、はい、まあ、そういうところもこう狙ってみたらよかったかなと思いましたけどね。上田浩太は古巣ということもありまして、こう岩田のベンチ側に挨拶に行く、そんなシーンもありますね。やはり古巣というのはこうかなり意識的になるものですか。まあ本人はそう多分表面には出さないんですけど、あ、なるほどですか、内面のところでは結構あると思いますけどね。はい、試合トータルでは上田今日どんなプレーというふうに見えました。まあ、やっぱり、まあ、岡山にとってこの心臓部分であるボランチというところで、まあ、非常に攻守において、まあ、中心選手であるそういう姿っていうのはやっぱりこう出してくれましたし、はい、まあ、できればそのセットプレーとかそういったところ彼の良さというところをなんとかねゴールに つなげれればっていうシーンもありましたけどね。ただ上原に関しては素晴らしいフリーキックを決めてくれましたね。そうですね、見事でしたね。相手に嫌がられる、怖がられるボランチになることをそう話していた上原ですけれども、あのこう近すぎて難しいというところもあったと思うんですけども、そうですね、やっぱりキックに自信があるそういうこうなんか雰囲気ありましたし、コースさえ行けばっていうそういうなんかこうキックをねしっかり見せてくれましたね。こう力を入れすぎず、そんな感じでしたね。はい、まあ、強さも、まあ、ちょうどいいというかですね、はい、あれ以上こう遅くなると弱くなるとおそらくキーパー間に合うので、あの、まあ、キーパーが届かない、まあ、コースもそうですしスピードも、うん、まあ、技術的に非常に高かったなというふうに思いますね。これ練習通りだったかもしれませんね。はい、その上原のゴールがあって1対1の同点に追いつきましたが、岩田は何度もチャンスを作りましたが勝ちきれず。それでは選手のインタビューがあるようです。上原力也選手です。はい、上原選手、まず試合お疲れ様でした。お疲れ様です。今試合終わっての気持ちを聞かせてください。あんだけ、まあ、チャンスがあった中で、勝ち切りたかったですけどそれができなかったのは非常に残念だと思います。そして今日は見事なふわりと、同点ゴール上原選手が決めました。あのゴールもう一回振り返ってください。まあ壁をうまく越せば入ると思いましたし、自信を持って蹴れたので良かったなと思います。今日のゲームで全体的に見て良かった点はどんなところでしょう。まあ、後半うまくこうサイドを使いながら、まあ、全員がイメージを共有してできたのは良かったですけど、まあ、前半ああいう早い時間で失点してしまったのは、前の試合もありましたし、まあ、今後しっかり改善しなきゃいけないなと思います。後半はかなり勢いづく場面も多かったのではないでしょうか。まあ、1人減った時間に得点を取れたというのもありますし、まあ、残り20分、25分あった中でもう1点取れなかったのは力不足ですし、まあ、必ず1点取って終わらなければいけなかったなと思います。勝ち切るためには今後何が必要だと思いますか。まあ、最後のアタッキングゾーンでの、まあ、質だったり、まあ、もっとチャレンジしたプレーとか、積極的なプレーを増やしていかないといけないなと思います。では次節に向けて意気込みを聞かせてください。まあ負け引き分けと来ているので、もう必ず勝たなければいけないし、僕たちの目標である J1 に行くためには、勝ち切らなければいけない試合が多くなると思うので、必ず勝利を目指してやっていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。悔しさがにじみ出る上原力也選手のインタビューでした。ではジュビロ磐田フベロ監督のインタビューです。ジュビロ磐田フベロ監督です。
今日の試合をまず振り返ってください。Un poquito sobre ese partido. Sí, bueno, ha sido un partido en que, bueno, hemos recibido un gol muy, muy temprano. A pesar de eso, hemos recibido un gol muy, muy pronto. Después creo que nos hemos repuesto, hemos estado trabajando muy bien, hemos generado muchísimas ocasiones. En el segundo tiempo hemos dominado, hemos jugado todo el tiempo en el campo contrario. Y bueno, nos ha faltado el gol para conseguir la victoria. Pero estoy muy contento con el trabajo y la actitud de los jugadores, a pesar de que lo que queríamos obviamente era ganar el partido. 非常に難しい試合でした、最初に、早い時間に失点してしまって苦しい展開だったんですけれども我々は強い気持ちで前に出て、ゴールのチャンスをもうたくさん、作りました。でそこで、攻勢をかけてかなり作ったんですけれども2点目が入らずに、残念ながら引き分けに終わってしまったと。ただ今日我々の選手が見せてくれたその気持ちとか態度とかそのプレーっていうのは非常にやっぱりその我々がこれから進んでいく上で大事なものを見せてくれたのでそういう意味では満足しています。今日は5人まで交代できるという中でしたが2人交代枠を残したその意図を教えてください。Bueno, porque era lo que creíamos que era mejor para el equipo. Hemos considerado que era hacer tres cambios. Disponemos de cinco cambios, pero hemos creído que con tres era lo suficiente. Además, estábamos jugando muy bien y no hemos creído conveniente hacer más cambios. 確かに5枠っていうのはあるんですけども場面っていうのはかなり我々が押し込んでいいチャンスを作れていて、非常にこう流れが良かったのでそこまで無理して5人変えるというところではなく、3人変えて、その疲れていた選手なりを変えて、そして、後半に臨んだとそういうことです。後半はかなり勢いづき数的優位な状況でもありました。勝ち切りたかった試合だと思うんですが勝利のためにはあと一歩何が必要だと考えますか。 Bueno, hacer el gol. Hemos generado muchísimas ocasiones de peligro y bueno, hemos tenido ocasiones muy claras para ganar el partido, pero bueno, nos ha faltado hacer el gol que nos dé el triunfo porque hemos generado muchísimas ocasiones de peligro.まあもう本当に単純に言って、2点目がなかったから勝てなかったと。でとにかくもう本当に数え切れないぐらいチャンスは作れたわけでそこを相手のゴールに押し込めなかったと、まあ、それにつきます。ありがとうございました。最後には少しフベル監督笑顔もありましたけれども浅野さん、はい、やはり悔しさは相当ある感じなんですけど ね、まあ、入ってもおかしくないシーン何回もありましたし、まあ、その度にね、やっぱ岡山の選手が本当に多く見えたんじゃないですかね、ゴール前に。あ、なるほど、本当は少ないはずなのに、はい。まあ、そして上原選手のインタビューもありましたけれどもその上原選手も素晴らしいフリーキック決めたんですけれどもかなり悔しそうでしたね。そうでしたね、やはり勝つチャンスは十分ありましたし特にまあホームということですしねやっぱりこのホームでの勝ちというところを、まあ、今日来られてないサポーターに、ね、届けたかったんでしょうね。上原選手もこうチャレンジしたプレーが欲しかったそんなことも話してましたけどもあとそのチャレンジというのはどういうことが必要だったというふうに考えますか。まあ、やはり先ほど言ったんですけど大胆にやっぱりゴールを狙う、崩すっていうところも当然大事なんですけどもやはり大胆にシュートを狙っていくそういったところのチャレンジこういったところもまあ含まれてるんじゃないかなというふうに思いますけどね。確かにそう考えると終盤ミドルシュートなどは少なかったかもしれませんね。はい、やっぱり押し込んではいるんですけども結局エリアに入ってからのシュートっていうところにこだわっているような気がしたんでもう少し、まあ、エリア外にそういったところのミドルシュートっていうところもあったらもしかしたら状況変わってたかもしれないですね。ミドルが来るとこう前に守備陣も出ないといけないし、もちろんそうですし、やっぱり何が起きるか分かりませんので、先ほども言いましたけども、相手に当たって、まあ、相手味方、いろんなところに当たってコース変わったりしますのでね。うん、はい。では同点に追いつかれましたファジアの岡山有馬健司監督のインタビューです。ファジアの岡山有馬監督です。まず今日の試合を振り返ってください。そうですね、まず前半は自分たちが今年進化していこうというの、ね、攻撃のところで本当に良さを連携の中から、ね、ゴールをこじ上げてくれて、まあ、いい入りをした中で、まあ、後半、ボールに対する、ね、プレスのところで、ボールに行けない状況が、ね、出てしまって、まあ、その中で1人いなくなった中でも、ね、いや本当に選手たちが本当に最後の最後まで、ね、体を張って、まあ、勝ち点1をねしっかりともぎ取ってくれたと思ってます。はい、試合前にも監督がおっしゃっていた先制点ですけれども早い時間に取れた点
どのように捉えてますか？そうですね、本当に今年彼らは一個一個積み上げてくれて、まあ、ああいう形で自分たちからアクションを起こして、ね、できるっていうのは十分これで証明できたし、1点っていうのは、ね、今後の自信になっていくっていう大事な部分だと思います。また後半は数的不利な状況になりましたけれども、ゲームプランというのはどう変えましたか？そうですね、もう数的不利なので、まあまあ、もちろん勝ち点3は欲しいんで、ただ最低限勝ち点1はね、岩田さん相手にね、持ってアウェーで持って帰るってことは大事ですし、1人少ない中で、まあ、その中でしっかりとボールには行きながら、まあ、最後1個カウンターでね、取れるチャンスも彼らは作ってくれたので、まあ、その中ではね、本当に必死に最後まで、勝ち点1をね死守しながら勝ち点3を目指してくれたと、そういうのは一緒に共有できたと思います。そんな中でリーグ戦3試合負けなしというのはどのように見てますか？今日も初めて、ね、出た選手もいますし、急遽右左サイドバックに、ね、出た松木もそうですし、まあ、本当にどのポジションをやっても彼らが自分たちで、ね、話しながら、できる強みっていうのが上がってきたってことは、本当に今年今シーズンの、ねプラス大きな成長だと思ってます。また今日は今シーズン初のアウェーゲームということで、まあ、リモートでの岩田の声援も飛び交う中でしたが、その中で同点で終わったというのはどのように受け止めていますか？いや、本当にもう強豪のね、本当に去年まで J1 にいた岩田さんとやってる中でね、本当に勝ち点1位をこう取れるっていう、今年は本当にそうやって粘り強く戦えるっていうのは、本当に上位に食らいついていくには大事な部分だと思うので、まあ、さらにこれを生かしていきたいと思ってます、選手と一緒に。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あと1個だけです。選手たちの戦う姿勢は評価した有馬監督のインタビューでした。浅野さん、どうでしょう、はい、勝ち点1は取れた、うん、まあ、戦う姿勢は評価した、はい、そんなコメントだったように受けたんですが。そうですね、ただやっぱり言葉の中にその勝ち点3を目指しながらというところが、やっぱりこう、まあ、今のチーム状況の良さというかですね、はい、本当にこうもっともっと上を目指していくんだというそういう意気込みがこう感じ取れる、うん、まあ、そういう監督のコメントでしたよね。岡山は勝ち点1を持ち帰ることになりました。ではこの試合のハイライトです。この試合もリモートマッチが行われました。岩田岡山の一戦です。前半の立ち上がり13分でした、はい、ここのかわしが良かったんですよね。そうですね、やっぱりこの上条のかわし、これで上田のスペースがつけたというところ、これ見事でしたね。本当に先ほど有馬監督が言った自分たちで崩していったというゴールですよね。うん、岩田からすればここの左サイドのところのスペース、はい、ちょっとやはり石田がそこでボールを奪えなかったというところで試みが出てしまったというところですよね。そのスペースを使ったわけですよね、はい、最後は清水の2試合連続ゴール。本当にこのシュートは落ち着いてましたね。そして後半に入ると岩田の猛攻が続きます。落としたところ、はい、ルキアン山田のシュートがありましたけども、はい、これはね、本当にキーパーやっぱり褒めたいですね。右足を残しましたね、はい、さらに後半の25分です。このワンタッチ良かったですね。大森からでした、はい、ここで小川光輝へのサーブ、このプレーで田中裕介にレッドカードが出されました、はい、まあ、小川光輝もこのワンタッチのタイミングで準備をしてるんですよね。でしっかりとボールを持ち出すポイント技術もありましたから、数的不利になりました岡山です。そしてこれで得たフリーキック、上原が決めました。小川光輝も蹴りたかったと思うんですけどね。そうですね、まあ、技術の高さを見せてくれましたね。見事な柔らかさ、見事なコース、はい、この力加減が難しいんですけどね。あまりそう強く蹴りすぎると落ちきれないし、弱いとキーパーが間に合うというようなことですからね。このフリーキックで同点に追いついた岩田の猛攻は続きました。35分には途中交代のルリーニャ、これファーストタッチだったんですよね、まあ、これは決めたかったでしょうね。まず
ちょっとかか当てただけだったんですが、かかとのあたりにね多分当たってしまって、しっかり面で当たればおそらくゴールいったと思いますけどね。この後も何度も岩田チャンスを作りましたが勝ち越せず。シュート数は岩田が23本です、はい、まあそうですね、内容的にもかなり押し込んでましたし、まあ、今見てもやっぱり決勝点になってもおかしくないシーンもねありましたし、まあ、でも岡山にとっては、まあ、このデータ以上にですね、やっぱり内容的によく本当に粘り強く戦えたと思いますし、まあ、大体このデータで見れば、まあ、あの勝ち点1取れなくてもおかしくない状態ですけどもね、そこでアウェーでこう勝ち点1持って帰れたというところは、まあ、非常にこう今後の試合に影響するんじゃないかなと思いますけどね。ボール支配率は岩田が67、岡山33ということになりました、はい、岩田はやや右サイドという格好になりましたね、まあ、ある程度左右に振りながらですね、やっぱり相手を押し込みながらという感じですけどね。ただ岡山は人数も1人減りましたので、はい、なかなか苦しい戦いにはなりましたけれども、ね、トータルでは右サイドが 50% ということになりました、はい、前節はシュートがゼロだった小川光輝、そして山田裕樹ともに4本ということになりましたね、はい、やっぱり押し込んだ分やっぱシュートの本数当然増えていきますけども、まあ、小川の、まあ、1本バックステップでこうヘディングして、まあ、サイドネットね外側のありましたね、ありましたけど、で、まあ、得点になってもおかしくないっていう場面は作りましたけどね、あれをなんとかね枠に持ってってほしかったですね、うん、パス数はボランチの上原がトップ、はい、右サイドバックの小川がやはり触ってますね。そうですね、まあ、この本数、まあ、当然ジュビロの方が多くなるのは当たり前なんですけども、まあこれがねやっぱりゴールに結びつかないっていうのがねちょっともどかしいんじゃないですかね、やっぱりそれは選手たちはこうよく感じているでしょうね、はい、小川光輝そしてイオンジェ、この2人を比較します。やはりボックス内での仕事は多かった小川光輝ですけれども、ね、はい、やっぱり味方が押し込んで、くれているそういう状況の中でボックスの中での動きのやっぱり質が問われるというところだと思うんですけどもね、うん、まあ、なかなかボールが入ってこない時間帯もありましたけど、やっぱりあのシュートを打った場面なんかでは彼の本当にこうステップワークの良さ、相手から消える動き、やっぱこういったところは見せてくれましたけどね。ヨンジもこう前半特に前の怖さというのはありましたね、はい、ありましたね。やっぱりまず岡山とすればヨンジを見て、まあ、特にカウンターが多くなるこう今日のゲームにの中では彼のターゲットとしての役割っていうのは非常に大きかったんで、まあ、やっぱりすごく前線で頑張ったなというのが本当に印象的でしたね。高い上の経過結果です。昨日ね試合が行われまして千葉も勝ちました、長崎も勝ちました、唯一こう3連勝ということになりましたけれども、まだまだ差は開いてないですもんね。まあそうですね、あの始まったばかりですからね。ただ長く厳しい連戦も続いていく J2 リーグです、はい、このあたりこうかなりチーム全体で戦っていかないといけない、そうですね、その印象でしょうか。やっぱりあの過密日程が続きますし、特にこの時期ですから、はい、やっぱり選手の疲労度もねやっぱりどんどん増していくと思いますから、本当に全体的なチームレベル、こういったところがですね、響いてくると思いますね。選手たちも疲労を抱えながらという戦いになるかもしれません。コンディショニングも非常に大事になります。そして次節の対戦です。岩田は山口、そして岡山は 4-0 で勝った北九州との対戦ということになりました。岩田はなかなか強敵が続きますね。そうですね、ただまあまたホームでできますしね、今日の悔しさをねぶつけてほしいなと思います、うん、ただそういう J1 昇格を争うようなチームからしっかりと勝ち点3を取っていくかというのは大事になっていきそうなんですが、うん、そうですね、はい、まあ一戦一戦もう勝ち点3を目指してどのチームもね戦っていくわけですから、うん、まあどこにというよりはどこにもやどことでもしっかり勝ち点3を狙いに行くということですよね。はい、
今日は雨が降りしきる中ハードなゲームになりました。岡山が1点リードをしたんですが後半退場者を出しそして岩田がフリーキックで同点に追いつくというゲームでした。この試合の解説は浅野哲也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。インタビュアーは黒田夏樹さんそして実況小島健太でお伝えしました。ジブリ岩田はホームゲームの再開初戦でしたが1点追いついたんですが1人少ない相手に対して何度も何度もチャンスを作りましたがゴールを決めきることができず1対1のドローに終わっています。この辺りで失礼します。